はい、県内で最初にできた駅ということで、さっきまでは滋賀県にいましたけども、ここは三重県なんですね。で、駅前は集合住宅はあるけども、お店が、まあ、ないな、これは。はい、全然その、なんか、乗り換え駅だけども、市街地が形成されているわけではない。いや、本当になんか、ただの、ただの駅という、そんなとこですね。いや、この駅舎もいいですね。はい。そこは何回か通ったことはあるけど、降りるのは初めて。そこのレンガの建物も相当古そうに見えるな。まあ、こんなとこですね。で、そう、これから乗り換えて亀山方面だけど、まあ、何回か乗ってるんで、まあ、動画も撮らなくていいですかね。前回動画撮ったのはいつだ？あ、そっか、伊賀上野行った時だから、まあ、去年も撮ってるな。はい、来ましたね。なんか、この、なんだろう、この区間、紫色っぽい地味なやつしかいないのかと思っているけど、なんかちょっとラッピングされてる。これ、そして待ってる人そこそこいるんだよな。あれ、1両だから、ちょっと座りとか怪しい。あ、ロングシートか。まだ見えたかな。はい、ということで、亀山駅ですね。なんか、まっすぐ行っちゃったけど、そっから渡るしかないか。はい、ここも新しいの建物がね。亀山、三重県亀山市、私は何度も通ってはいるけども、降りるのは初めてかな。はい、で、この後ね、まあ、三重県内ゲーセン巡りするんですけども、とりあえず亀山、まあなんか、今日の予定だとここからバスに乗るということでね、まあ、それまで時間があるので、とりあえず市役所に行きます。なんか飛行機が飛んでる。割と低いけど、こっからだと、セントレア、いや、北に向かっている。ちょっとわからんね。はい。で、そう、ここを右で、まあ、なんか駅前から坂を登っていくのかな。はい。亀山はまあその拠点駅という感じではあるけどって、これ、一応まあ歩行者ダメとはなってないから、そのまま行っていいんかね、これは。はい、そこに看板がありますけどもね、イオンモール鈴鹿直進9キロはまあ、絶対歩けないわけではないけどもな。そう、まあ、鈴鹿の街中からも、まあ一応その近鉄を使えば、まあ行けるけども、まあこの亀山からね、直接バスでアクセスできるということで、それを使う。で、奥の方にエコーという文字、あそこに商業施設があってね、なんかゲームコーナーはないらしいけども、一応まあギリギリ寄れそうではあるんだよな。だから今もちょっと早歩き気味なんだけども、ここは右ですね。はい、ということで、まあやはりね、坂を登ってますね。先ほどのところから右に曲がって、その後左に曲がってきましたけども。はい、そう、まあなんか列車から見てもね、平地少なそうだもんな、この辺はね。まあもともと城下町かな、ここは。ちょっとわからないけども、それ今は、なんかだいぶ錆びれているようにも見えるけどもね。この道が右にカーブしていって、その辺に市役所があるかな？はい、なんか石垣と、その上の建物が見えているけども、ちょっとわかんない。で、そのクリーム色の建物か？道はカーブしていってるかな？まあその辺だと思うんだけどもね。もうこれが役場か？ちょっとなんかわからんな。まあ、そこ一応看板があって、あの左側に書いてある、なんか山っぽいあれが、その市のロゴみたいなね。いや、これで合ってんだな。はい。まあ、こんなところですね。亀山日照。まあ、もともとそのね、お城とかがあった土地の一部を使ってるというところで。はい。まあ、ここで写真を撮って急いで戻ろう。はい、今戻ろうと言ったけども、ちょっと間違いでしたね。この道をまっすぐ行くようです。はい、こちら亀山宿考察場跡ですね。なるほど。はい、そこも東海道と書いてあるけど、まあこの東海道が通っていたところが、今一部屋根付きの商店街。まあ今日みたいな雨の日は、ちょっとだけありがたいかな。というぐらいだけどね。はい、まあこの道で行ってみましょう。さすがに動かねえよな。いや、なんか初めて見ますね。ドリンクキッズ。でも、結構新しいんだよな、これ。販売中ついてないからあれだけどね。はい、まあ結構街という感じはあるけども、やはりシャッターが相当目立ちますね、これはね。はい、まあどうしようもないで。私はこの後東町で合ってるかな。なんかこの辺のバス停から乗りたいんですよね。そうで、その前に、まあ正面方向かな。そのエコータウンをちょっと見たい。エコータウンもなんか、この街の感じを見ると食品以外どれだけ寝てなんと埋まっているのかも怪しいけどもな。まあ、とりあえずまだまっすぐかな。
あ、今の東町で右でしたね。で、この歩道橋だ。え、こう多分本館専門店街休業日は違うね、休業日の一覧が載ってるっつだけだ。はい、ということでね、まあうおこんな高低差あんの面白。はい、なんか3階ぐらいに直結かと思ったけども全然だな。はい、遥かにしたら、まあ適当に行ってみましょう。はい、今適当にエコータウン行ってきましたけども、まあ情報通りね、ゲームコーナーなかったですね。はい、まあ OK、まあ、結構テナント募集のとことかあったりしてね、まあなんかそう、こういう古めのショッピングセンターってそういうところにあったりするんだけどもな、ガチャコーナーがちょっとあるだけで全く子供向けのね、小さいプライズ来たことなかったですね。ということで OK で、その辺からバスに乗るな、交差点を右だ。ということで葉山東で下車しました。そこにもアピナがあるな。これ信号を渡った方がいいやつだな。はい、でちなみにね、先ほどまあ亀山、そのバスに乗ろうとしたんですけども、バス停に着いたのがまあ30秒前ぐらいでね、まあこれは間に合ったなと思って時刻表を見たらなんか違うのが書かれていて、でそれで振り返ったら反対側からバスが来ていてね、まあ、慌ててそれに飛び乗った形でしたね。なのでちょっと動画を撮る余裕がなかった。なんか Google マップのね、その今そう Google マップにバス停も出るんですけども、道路の向こうとこっちの表示が逆になっていたようですね。まあこういうこともあるな。はい、だからやっぱ実際現地のバス停をね、見ないといけないということなんですけども、でこっちイオンタウンでアピナがあって、向こうすぐそこですね、イオンモールだ。はい、そっちはモーリーだけかな。なんかもう1店舗は休業中とかいう、情報ですけどもね、まあ適当に行ってみましょう。はい、ということで適当にこちらイオン出てきましたね。ここは行け、まあいいや、ここは右なんだよな。で、モーリーファンタジー、まあいつもの内容でしたね。はい、まあ本当いつも通りというところで、まあだいぶ賑わってはいたな。で、もう一店舗あれ、ナムコがあるっていうところちょっと行かなかったな。なんか一通り見たつもりだけども、ナムコ移転オープン云々がちょっとわかんなかったので、もしかしたら行けてないエリアが、まあでもいいや。その手前のアピナ、ここもあのメダル結構ありましたね。シングルメダルこんな感じで、ボーナススピンの Z で合ってるか。あとポーカーとかね、写真は撮ってないですけど、クール104なんかもあったりして、はい、まあでもそれ以外コナミ系で、まあ特にレアなね、なんかクローンだとかそういうのはなかったですね。で、とりあえず OK で、まあ、ちょっと早いけどもお昼を食べてしまってね、まあなんか昨日ちょっと歩きすぎたんでね、あの一応摂取カロリーとか多少は気にしてるんだけども、ちょっと足りてないみたいで、はい、まあ、急いで補給したというようなところで、次はなんだっけ、あの近鉄の駅終点の方に行くんですけども、その近くにハンターという商業施設があるようなので、先にそっちを向かいます。そこの信号で左でいいのかな。あ、今適当に曲がってきて、ここ左もなんかイオンの敷地か。あ、工場もありますね。で今、まあ、道を渡ってきましたけども、このなんかこっち方向にサーキットがあるようですね。そう、今いるのは鈴鹿市で、まあ、鈴鹿といえば当然サーキットで知られるところだけどもな、まあ、今日はもうその辺は行かないんだよな。はい、鈴鹿市は人口が今20万ぐらいいるか。あれ伊勢鉄道なんだっけ、なんかその JR じゃない路線、そこがなんかまあメインというか、うん、そうなのかな。近鉄のあのね
何名古屋線でいいのかあれなんかそうこの辺来たことないんであれなんですけどもね、それも街中を通っているわけではなくて、この後今日白子とかも行くんですけどもね、はい、なんかその辺の交通事情は、まあ、これから確かめようかなという感じではあるんだけどもね、はい、で合計で6店舗ぐらい行きますかね。まあなんかちょっと散ってて行きづらいんですけども、そうこの後、まあ、一旦白子まで行ってしまってバスでまた、この辺に戻ってきてみたいなね、まあ、ちょっとまあ効率的かどうかわからんけどもな、その乗りつぶしも兼ねているので、まあそんな感じで行きます。はい、ここは先行株式会社とある、まあこの辺も普通になんかアパートとかありますね。さっきの亀山からのバスはまあなんかどこに出回る地方を通っていったような感じだけどもな、そういえば途中でなんかだいぶ道狭いとこありましたね。この先大型通り抜け負荷みたいなところにね平気で入っていって、まあ、その後本当なんかここよりも明らかに狭い 1.2 車線ぐらいの、ところを通ったりしてましたけどもね。はい、対向車はそんなにないんだろうけどもな、あそこでバス同士のすれ違いとかできないよな。もしそう当たったらどうなるんでしょうね。どっちかがだいぶバックするまあそれはともかくとして、まあとりあえずまだまっすぐだな。あ、今適当にその辺から出てきまして、まあある程度マシだな。ここもね、正面になんかキャバクラの文字が見えますな。で、これを右か、まあ、狭い道だけども繋がってるんだろうな。はい、あ、今適当に歩いてきて、そこはスーパーホテルが目立ってるな。こんなところにあるんだ。はい、そう、鈴鹿の街の中心がどの辺かというのがねちょっとわからなくてね、なんか鈴鹿市駅とあとその鈴鹿駅、そこら辺もなんか繋がってない、乗り換え駅がないのかな。うわ、あそこのマンションも結構でかいですね。こんなところと言ってしまってはあれだけども、はい、まあ、結構土地はあるんですかねこの辺はね。で、工場とかがどうなんだろうな。四日市のねその港、あっちの方が有名だけども、鈴鹿市内だとどうなんだろうな。海沿いもなんか割と何漁港とかがあるイメージなんですけどね。で、その、左前方、そこですね。次に行くところがね。ハンターと書いてありますね。あ、今こちらハンター適当に行ってきましたけど、なかったですね。で、なんかスーパー三市とかいうの結構この辺で見かけるけども、どうやらここが本社本部らしいですね。はい、鈴鹿の企業なのか。で、まあ、OK。そう、一応、まあ、全部見たわけではないけどな。なんか雑貨屋の一角にちょっと5台ぐらいのフライ付きありましたけども、それだけでしたな。で、平田町駅でやってるかな。ここは横断歩道渡った方がいいな。まあ、その辺らしいんですけどもね。はい、ということで、ここが平田駅前交差点。そう、この辺まで町なんだけども、もともと町があったところに線路を引いたのかね。線路、ここが終点だから、境っていうのか、どっちかちょっとわかんないけどもね。はい、ということで、そこだな。平田町駅。はい、いや、近鉄だな。まあ、適当に乗っていきましょう。